では、はじめのニュースです。米沢市の小野川温泉街では、今、桜が満開になっていて、観光客などの目を楽しませています。小野川温泉街の大樽川沿いにある小野川児童遊園と上杉鷹山公塩田跡地一帯には25本ほどのソメイヨシノが植えられていて、今満開を迎えています。地元の温泉旅館の人の話では、樹齢は60年から70年ほどではないかということで、例年松ヶ崎公園の桜より1週間ほど遅れて開花するということです。宿泊客からは、2回目の花見ができてよかったと喜ばれているということです。また、蛍公園では、露天風呂があったところに足湯が整備され、今は花見をしながら足湯を楽しむことができます。一方、小野川温泉街には、もう1箇所花見のビューポイントがあります。温泉街の東側の小野川バイパス沿いに整備されている清水山公園です。清水山公園は明治時代から住民の憩いの場、娯楽の場になっていました。バイパス工事の後、一時荒廃していましたが、数年前にソメイヨシノや慶応桜、しだれ桜が植樹され、今は温泉街と満開の桜が一望できるスポットになっています。南陽市若狭郷屋の丸堤夢公園では、今芝桜が見ごろを迎えていて、春風に揺られながら咲く花を楽しむことができます。沖郷公民館そばにある丸堤夢公園には、駐車場や遊歩道の脇にピンクや白、紫など色鮮やかな芝桜およそ2万5000株が植えられています。今年は春先に暖かい日が続いたことから、例年より10日ほど早い今月上旬に咲き始め、今が見ごろとなっています。特に白や薄紫色の花が満開となっていて、公園内に咲くタンポポやつくしとともに水辺を春色に彩っています。今日は青空が広がり、時折優しい春風が吹く穏やかな一日となり、園内では散歩を楽しむ人の姿も見られました。これから今週末、来週あたりから花水木もぼちぼち咲いてきますので、皆さんからさらに、来ていただいて、憩いの場として、利用していただければなというふうに思っております。丸堤夢公園の芝桜はゴールデンウィーク頃まで楽しめそうだということです。では次です。今月22日まで県内一斉に展開中の春季火災予防運動に合わせ、昨日、高畑町和田地区の保育園児が防火パレードを行いました。火の用心。この防火パレードは高畑消防署が企画したもので、新型コロナの影響で4年ぶりの実施となりました。例年、高畑町内の幼児施設が持ち回りで参加していて、今年は和田地区にある和みこども園の年長児17人が地区内をパレードしました。園児たちは火の用心などと書かれた手作りのまといを掲げ、拍子木を鳴らしながらおよそ1キロの道のりを練り歩きました。途中、事業所と郵便局、公民館の3箇所を訪ね、火災の予防を呼びかけました。和みこども園の僕たち、私たちは火遊びを絶対にしません。恥を起こさないように気をつけてね。火の用心。
その後、園児から啓発グッズが手渡され、立ち寄り先の一つ、中和田郵便局では、井野薫局長が、和田地区で絶対火事を出さないよう、大人も気をつけますと、園児たちの呼びかけに応えていました。沖多摩広域行政事務組合消防本部によりますと、沖多摩では林野火災や野火が去年4月に2件、5月に5件と、空気が乾燥する春に最も多く、今月17日までに3件発生しています。この時期は剪定枝の焼却が多いです。毎日のように消防署に届け出が来てます。はい、剪定枝を焼却する際はしっかりとその場についていただいて、大きな炎にならないようにちょっとずつ燃やしてください。5月もまだまだ乾燥してますので、ご注意お願いします。南陽市の春季消防演習が16日沖郷地区で行われ、住宅街での火災防御訓練などが行われました。春季消防演習は、空気が乾燥し火災が発生しやすいこの時期に、団員の士気高揚と技術力向上のため毎年行われているものです。今年は消防団員や消防署員など合わせておよそ800人が参加したほか、ポンプ車など26台が出動しました。はじめに防災センター付近の住宅から火災が発生したという想定で火災防御訓練が行われ、消防団が住宅街の8カ所に分かれて消火活動に当たりました。サイレンを鳴らしながら消防車やポンプ車が駆けつけると、連携して消火栓からホースとポンプをつなぎ、分団長の指揮のもと放水しました。団員たちは真剣な表情で訓練を行い、万が一の火災発生に備えて連携体制を確認していました。その後、団長を先頭に分列行進が行われ、白岩市長が観閲する中、団員たちは堂々と行進し、消防活動への士気を高めていました。続いてはミニ企画、うちのアイドル。視聴者の皆さんからいただいた自慢のペットの写真や動画をご紹介します。最初にご紹介するのは、米沢市の上杉神社にお花見に来ていたプーちゃん。8歳のトイプードルです。赤い洋服を着て頭に花飾りをつけている、とっても可愛らしいワンちゃんです。飼い主さんによると、ちょっぴり人見知りだけど公園で遊ぶのが大好きということで、飼い主さんの言うことをしっかり聞くお利口さんだそうです。座って、はい、待て、待てよ、はい、続いてご紹介するのは南陽市のゆめちゃん。ピンと立った耳が特徴的な12歳のワンちゃんです。飼い主さんによると、ちょっとツンデレなところもあるけれど甘えん坊でおもちゃで遊ぶのが大好きな子ということです。またゆめちゃんはトイレに行きたくなると必ず服をカリカリして教えてくれるそうです。最後にご紹介するのは、家族でお出かけ中のちゃちゃまるくん。丸く潤んだ瞳が可愛いワンちゃんです。お肉が大好きで、
ハンバーグを食べるとおねだりするそうで、お肉のおもちゃを背負っているこちらの写真からもお肉が大好きなのが伝わってきますね。そんなちゃちゃまるくんの面白動画も送っていただきました。ハンバーグ言った。まあ今来たんで、ハンバーグ、ハンバーグ、何言ってんの、犬語だよ。ハンバーグ食うの分かんない。では次です。米沢市内3つの観光施設では今電動自転車のレンタルサービスが行われています。米沢市では町中だけでなく郊外の温泉や施設なども自転車を使って観光してもらおうと、おととしから電動レンタサイクル事業を行っていて、今年度は今月15日から始まりました。米沢駅、道の駅米沢、上杉伯爵邸の3カ所にレンタル用の電動アシスト付き自転車が15台ずつ設置されています。このうち上杉伯爵邸にはスポーツタイプをはじめ、女性や高齢者でも乗りやすいシティタイプ、子供を乗せられるタイプの3種類が用意されています。また今年度から米沢駅と上杉伯爵邸の両施設間で乗り捨て返却ができるサービスもスタートし、より利便性が向上したということです。電動アシスト付きの自転車ですので、快適に米沢の観光を楽しんでいただけると思いますので、ぜひお役立ていただければと思います。電動レンタサイクル事業は11月中旬までの予定で、利用料金は4時間以内で1000円、8時間以内で2000円となっています。乗り捨て返却は利用料金にプラス240円で利用することができます。南陽市芸術文化協会の総会が15日、赤湯公民館で開かれ、新しい会長に表千家高橋社中の高橋茂子さんが選任されました。南陽市芸術文化協会には現在31団体330人ほどが加盟していて、この日の総会にはおよそ40人が出席しました。はじめに菊池清会長が、皆さんの力を結集して芸術文化の発展に寄与できるように高い目標を持って活動していきましょうと挨拶しました。議事では任期満了に伴う役員の改選が行われ、新しい会長に表千家高橋社中の代表で前副会長の高橋茂子さんが選任されました。また副会長には沖多摩フリー歌謡会の北沢茂雄さんなど前年度より1人多い3人が選ばれました。今年度の事業計画では例年に引き続き10月1日の南陽子ども芸術祭を皮切りに11月まで開かれる南陽市芸術祭の開催を確認しました。今年度は新型コロナによる規制を緩和し、会場に出店を出すなど活気あるものにしていきたいということです。また今年度も放課後子ども教室の文化活動に会員が講師として参加すること、後継者育成推進事業を継続していくことを確認しました。